ず。なおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。終盤で大きな追加点を奪われました。ここで離されたくないですからね。さあこの場面で打席には4番のマルテが入っています。打ち上げた。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。左に切れます。レフトへぐんぐん伸びる。外野落ちるか。どうだ。頭上を越えていった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点を挙げました。4対1。ベイスターズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックスは5番ボーア。ベイスターズこの回3点を失っています。さあ勝ち越しを許しなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。2球目は何で来るか。外角低めのストライク。インコース低めのストライク。ワンボールツーストライクです。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。4対1。タイガースが勝ち越しに成功しています。8回の裏、タイガースに選手の交代がありました。ただいまの回に代走いたしました江越に代わりまして。8回の裏、この回ピッチャーからの打順でしたがベイスターズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の中井。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライクです。次が3球目。ファウルになります。緩いボールを持ってきました。打ちました。またファウル。アウトロー外れます。さあ仕留められるか。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。打順はトップに返って梶谷。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。タイミングが合いません。
3球目は何で来るか。ファウルになります。インサイド落ちました。これはどうだ。取った。梶谷、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。初球は何から入ってくるか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。これはどうか。セカンド取った。二塁へ送球、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。かなり難しい打球だったんですけどね。これは相手の守備を褒めるしかありませんね。打順は3番オースティン。今日はまだ当たりがありません。ゲッツー崩れでランナー残りました。一塁はセーフ。最初は変化球できました。インコース決まった。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。高めのボール打ちました。センターへ、伸びがありません。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって4対1、タイガースがリードしています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17、三島が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。タイガースの攻撃は6番サード大山、背番号3。初球空振りです。ボールになります。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。変化球わずかに外れました。打ちました。セカンドの右抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあこれ以上点差を広げられたくない場面、一塁にランナーを許しています。バッターボックスには木浪。ここはランナーを得点圏に進めさせないようにしたいですね。なるほど、そうですか。ここはボール球を振らせたいですよね。高め打ちました。
うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。まあ、文句ないプレーですね。打順は8番原口。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。初球ボール。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど。さあ、どう来るか。引っ掛けさせようかというボール。際どいが、あっとファーボールです。得点圏にランナーを進めています。バッターボックスには代打の陽川。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、相手が勝負に来てますからね。ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね。さすがですね。ああ、そうですか。これが2球目。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。すぐに追い込みました。変化球が高めに抜けます。里崎さん、ゲッツーを狙う。このピンチ、見事三振を奪いました。ツーアウトになっています。さあ、そして打席には北条が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、まだピンチは脱していません。まあ、ここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。まず最初のボールを決めていきました。いいまっすぐですね。インローのストレート、力のあるボールです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ、外してくるのか。これは見送ってボール。大きく外れました。このピンチ、空振り三振に切って取りました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。4-1、タイガースがリードしています。ベイスターズ最後の攻撃になります。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。
西さん、9回に入って3点差、この点差をどう見ますか？まあ、なんとかね、チャンスを作ってね、最後まで行ってほしいと思います。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。落ちるボール、ノーボール、ツーストライクです。インコースボール、さあ4球目は何か。打ちました、流しました。この打球は落ちるか、どうだ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス、ロペス。前の打席はジャストミートでしたよね、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ワンアウトランナーなし。2球目打ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス。